急に呼び出してどうしたの？今年こそ、今年こそ、絶対に、J1 行ってやる。勝ち取りたい！あれを。止まるんじゃねえぞ。いや、今日はね、イファーレン、長崎も2023年を予想していくよ。と、その前にこの動画は個人的な予想なので、気分を害するのであれば、途中で視聴するのをやめることをお勧めさせていただきます。っていうか、顔消しすぎないかい？楽しみだからだよ。やっぱり冬の J リーグって言ったら、選手の補強が楽しみなんだよね。強い選手が来たら、盛り上がったりするね。でも、長崎で活躍した選手が上のチームに浮かれたりして悲しい時もあるんだよね。でも、マイクや武蔵みたいに移籍しても応援しちゃうんだよね。なんか親心というか、応援したくなるのはわかるかも。ということで、さなえ、嬉しい補強と悲しい補強はどっちがいい？悲しい補強は選手に失礼でしょ。てか、悲しい補強って本当にいるの？そりゃいるよ、結果も出してるし。もっと長崎にいて欲しかったよ。悲しい補強じゃなくて、放出した選手って言えよ。ということで、まずは、放出した選手の一番です。個人的には抜かれて欲しくない選手は今回たくさんいるんだよね。まずは江川雄星、もともとは長崎のユースの選手。2019年にユースからプロへと昇格したんだ。じゃあ1年目から活躍していたのかな。実は2年間活躍しきれなかったんだな。1年目は0試合、2年目は11試合プレイしたがあまり活躍できず、3年目はセンターバックの要のような存在だったんだな。そんなにすごかったんだね。5年目更新すると思いきや、ガンバ大阪の完全移籍が決定。これからもガンバで活躍する姿を楽しみにしてます。2人目は上中朝日。2020年に長崎に来た選手が。彼も1年目スタメン取れていなかったの？そうだよ。ただ彼はね、2年目がすごいのよ。天皇杯の3回戦で、格闘の北海道コンサドーレ札幌と戦ったんだ。しかも、前半8分にゴールを決めたんだ。早すぎる。でも失礼だけど、まぐれにしか思えないな。もちろんこれだけじゃない。すごいって言ったら初ゴールだな。モンテリオ、山形戦で前半35分に朝日がリーグ戦、初ゴールを決めるんだ。しかもその後、45分、51分でゴールして、これが初ゴールと初ハットトリックって達成するんだ。それを聞くとなんかすごいな。リーグ戦デビューで初ハットトリックってあまり聞かないよ。だよね。しかも2年目は10ゴール決めるぐらいだから、パリ世代の日本代表として候補が上がっているんだ。これからもマリノスでゴールをたくさん決めることを祈ってます。選手の補強を見てみましょう。ファンマってアビスパでよく出ていたイメージがあるね。良いところに目がついたね。ファンマは去年、J1 で31試合4ゴールも決めてるんだ。ほぼ主力級じゃん。やばすぎる。しかも、J1 昇格に貢献してくれた選手だから楽しみなんだよね。また、長崎に戻ってくるのが激アツだね。次は俺の押しなぐ。イケメンだね。しかも、イケメンだけではない。ドリブルが上手いし、借り入れ戦術に合うんだよね。彼はメガルタで1年、レンタルした選手だから、また長崎に帰ってきて戦ってくれるのは嬉しいね。すごすぎるね。しかも24歳だから若すぎる。これから楽しみだね。そうだね。他にも川崎からレンタルとして来た宮城県や、広島でセンターバックとして活躍した今津雄太、東京オリンピック候補にも選ばれた畑野ゴールなど、J1 で活躍した選手やこれから伸びがいがある選手が来るから、選手は楽しみでしかないんだよね。確かに、なんかすごそうだけど、今年こそ昇格できそうな気がする。次はフォーメーションだね。よくわかんないけど、借り入れのフォーメーションってどういうやつなの？基本借り入れのフォーメーションって言ったら4、2、3、1が多いね。何かメリットとかあるの？そうだね。まあサイドとか中央からも攻めやすいし、中盤でボールを失ってもすぐにプレスかけやすいんだよね。でもデメリットもある。それは？ワントップが孤立した状態だから得点を奪うのは厳しいし、裏とか狙われやすいんだよね。自分は長崎は得点力不足とかあるからあまりおすすめはしない。じゃあ何かおすすめのフォーメーションとかあるの？個人的におすすめフォーメーションは、3、4、2、1と3、5、2だね。このフォーメーションは、ボールを奪った後攻撃しやすい、自信だよね。でもどっちも、運動量とか、バテバテになりがちなんだよね。走りすぎたりすると、肉離れになったりするから怖いよね。そうなのよ。去年の回をとか、少し休ませてやってくれって思ったりしたんだよね。今年も、平日開催は少なくはないから、メンバー入れ替えて、2つのパターンで戦ってほしい。キーパー富原、センターバックは3枚、右から今津、アウロ、岡野、ミッドフィルダーは4枚、右から奥井、海洋、桑崎、ヒギリ、サイドハーフはナグトコメ、トップはエリガルが個人的にやってほしいフォーメーションだね。注目するところとかある？ウェイとナグの自由なドリブルと個人技が上手くマッチしたり、奥井やヒギリのクロスが楽しみだし、ディフェンスやボランチも安定しているから楽しみだね。エリガルもたくさん決めてほしいね。いや、2つ目のフォーメーションに行くよ。キーパー畑のゴール、センターバックは3枚右から春季、カイガ、クチビキ、ミッドフィルダーのボランチ2枚、マサルと傭兵、さらに3枚右からクレイソン、クリスティアーノ、マシヤマ、フォラードは2トップ3枚と10だ。正直クリスティアーノとグレイソンの位置迷ったんだよね。春季は最後より、センターバックとかボランチにしたら似合いそうだと思ったので、センターバックにしてみた。本当は徳田とか秋も、高志もスタメンに入れたかったけど、楽しみだなと思いました。もちろん若手組や2種登録された選手も期待してます。今年こそ J1 へ行くぞ。以上、長崎の予想フォーメーションと解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。